エフェズ・スタデオンはオランダ・アルクマールに所在するサッカー専用スタジアム。2006年より AG ・アルクマールが主に使用している。正式名称ではないが、サポーターや選手からはビクトリー・スタジアムと呼ばれている。2006年8月、AG ・アルクマールが今まで使用していたアルクマール・デルフートの後継者となるスタジアムとして開場した。2005年に スタジアムの名前候補として挙がった DSB スタディオンはサポーターに不評だったため、この頃からビクトリースタジアムと呼ばれ始めた。2009年11月4日、DSB の名前が除かれ、2010年新たに AG を買収したエフェズグループの名前を取り、エフェズスタディオンと改名された。2019年8月10日、8フィートもの強風により、 スタジアムを覆う屋根が一部崩落した。崩落当時、スタジアムには人がいなかったため、人的被害は全くなかったが、後の調査により一部の溶接の不備が発見されたため、エフェズ・スタディオンは無期限封鎖となってしまった。最終的には、屋根の4分の3を取り除いて使用可能な状態に戻した。また、 最使用後最初の公式戦は、エールディビジのアヤックスアムステルダム戦だったが、見事1から0で勝利している。ありがとうございます。